今回の国チューブはですね、岡山市の南区にやってきていまして、場所はですね、国道2号線の瀬の西の交差点付近ですが、どうしてまた今日はここに。そうですね、ちょっとこういう分かりにくい場所に気になる自販機があるということで、ちょっと国さんに行ってもらいたいんですけども、昆虫食という自販機がこの目の前にあるので、国さんにちょっと食べていただきたいなと。なるほど、直流に。なるほどね、はい、国さん苦手なんですか。え、苦手なんですか。何ですか。クモの巣苦手なんですか。はい、あ、クモ苦手でしたね。そういえばなんか聞いたことあります。まあ、あまりそうですね、あまりお会いしたくないかなって。別にそこまで嫌ってるわけでもないです。よかったらあんまりお会いしたくないかなって。そうきましたか。お願いします。こちらです。まあ、いわゆるこの自動販売機もよくジュースとか売ってる、サイズのですね、自動販売機3段になってまして、ただ、中で売られてるものがジュースではないと。グラスホッパー、田んぼでよく見るバッタ、ビミって書いてますね。ビミ、バッタミックスって書いてます。いろんなバッタを楽しみたい人用で、いろいろミックス、全種類食べると昆虫マスター。それからコオロギ、昆虫食初心者はまずこちらから。あと黒コオロギ、少し大きめの黒コオロギ、チョコスーパーワーム、ホワイトチョコレートと書いてますけど、チョコスーパーワーム、なんだか絵を見るとなんかこう何かの幼虫のような、細長くてですね、何かの幼虫のような、まあ、毛虫じゃないかもしれない、そういう形をして、ホワイトチョコレートにくるまれとるかもしれませんね、これ。あとシルクワーム、見た目の割に美味しい。タガメ、女王つむぎ味。びっくりするのは売り切れがあるという。売り切れがあるんですよ。コオロギも売り切れとるし、販売されてるオーナー、爬虫類ショップもやって、爬虫類ショップもやってます。爬虫類ショップ、はい、そうです、はい、こういうものからすると、コオロギ昆虫食ってどちらかと、ね、でかっ。ご主人、これ外のシーケースにおるこのカメは何ガメですか。これは、八重山南石ガメと日本石ガメと、あとこれ草ガメです。沖縄にいる八重山南石ガメっていう。八重山、はい、沖縄、はい、そもそものこの、昆虫食、はい、これはどこでどう作ってるんですか。こういうのはこれタイから輸入してるやつです。ちょっとこれからね、何かをちょっとまあ買ってみようかなと。結構値段するような気がするんですけど、それぞれでも一人の人がなんか4つぐらい買ってくれてるんですよ。だいたい1000円台ですよね。そうです、そうですね。安いのでまあ800円とかあるんですけど、はい、1000いくらっていう、はい、4つ。そうですね、はい、あ、いろいろミックス出てきたよ。普通のジュースのようにしたい。うわあ、おお、なるほど、こんな風になって。これガラスの瓶に入ってますね、蓋を出ししてまして。食べます。あ、食べましょう。いろいろミックスの内容ですけど、コオロギ、シルクワーム、つまりカイコのサナギ、グラスホッパー、バッタですね。あとスーパーワーム、ちょっと塩になってますね、やはり塩味がついてるね。いやー、さすがに見た目は虫です。虫が入っています。虫が入っていますね。色がもう茶色だとか黒だとか黄土色だとか、よう触らんで俺。ちょっと食べる。あ、じゃあんた平気なの。あ、全然余裕です。余裕じゃあ出すよ、はい、なんか出てきたもん食べよ。あ、わかりました。いやー、なにこれ。あ、これ、これ破片かもしれない。 あ、でもこれもそうだよね。コオロギみたいな。うわ、出てきた、ほらほら。あ、パッ、うわ、これ食べれますか。え、これ食べればいいんだよ。食べないけ。食べた。音はもうスナック菓子だね、完全に。あ、なんかシャリシャリって。
エビ、乾燥したエビ、乾燥したエビのような感じ、ね、あの今コオロギと目があったんですよ僕も。うわ本当、うわもう細長いのからコオロギからちょっとうわー、なにこれ、コオロギのちっちゃいのだな。うわじゃあ私は食べますからね。まあな、そりゃあの煮干しともやいいんよ、タンパク質だからね。同じあの魚皮がね、あの天日干ししたら煮干しになるでしょ、あれと思って食べたりね、これね。いただきます。コオロギさんの頭の方から。まあでもそんなに大きいコオロギじゃないね、これはね、小さい方ですね。いただきます。うん、あ、確かにあれだな、あの本当、乾燥させた小エビのような感じですね。うん、あのほんでほのかにですけど塩味があるから、あ、美味しいわ。小魚の、うん、干したのだからジャコとかね、ああいう味わいに似てますね、やはりね。うん、スナック菓子みたいよ、ほんとあのサクサクしてて、だから見なきゃこれ分からんわ。そうですね、見なきゃ分からないぐらいな、確かにそんな臭みもないし、本当にあの本当に、よく子供たちがカルシウムを取るということで小魚のおやつあるでしょ、ああいう感覚ですよ、シャリッとしててね。ちっちゃくなりました。じゃあいただきます。これ完全にもうあの小魚の本当乾燥小魚です。あとちょっと武田のあーちゃんに試食してもらいます。はい、はい、交互期待でございます。はい、まああのいろんなね、意味合いで設置されておりますので、まあ話の種にもなりますが、あのこれ決して美味しくないわけではなくて非常に美味しい味わいでございます。まあぜひ皆さんもよかったらお試しあれということで、どうもありがとうございました。ありがとうございました。このチャンネルがいいと思ったらグッドボタンお願いします。悪いと思ってもグッドボタンお願いします。つまり全部グッドボタンでお願いします。そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。アレスケラジオもよろしくお願いします。